和歌山大会智弁和歌山と桐蔭の決勝は1対1のまま延長戦に入りました。13回裏智弁和歌山は2アウト満塁とサヨナラのチャンス。ここでバッターボックスには9番の永井が入ります。4時間近い熱戦をものにした智弁和歌山は2年ぶりの甲子園出場です。愛媛大会です。準決勝で去年の夏の代表松山商業を倒した上甲監督率いる宇和島東と2年生を主体としたチーム新田がぶつかりました。4回に2対1と逆転に成功した宇和島東、7回には打者13人一挙に8点を奪う猛攻で新田に大勝。2年ぶり2回目の夏の甲子園出場を決めました。